現在リーグの得点ランキングでトップに立ち、注目が集まっています。こんにちは。実況は私西岡明彦です。そして解説の福西崇史さんです。よろしくお願いします。今日も素晴らしい試合を期待しています。今日は鹿島アントラーズ対ベガルタ仙台のカードです。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。このチームはアウェーではまだ負けがありません。アウェーでの戦い方は慎重かつ大胆で、なかなか面白いですよね。平均的なチームと比べればアウェーでの勝率 100% は驚異的な数字ですよ。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。いよいよ試合が始まります。鹿島アントラーズボールのキックオフです。いいカットです。ボールを奪いました。味方がサポートに来ます。シュートを狙う。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。ハーフナーマイク走り込んだ味方にスルーパス。ここはシュート。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ここはボールを奪いました。いい読みでした。スルーパスが味方に通る。ここはよくスペースが見えていました。これはチャンスだ。これは見事なインターセプト。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。ハーフナーマイクサイドにスペースがあります。クロスが入りました。先制ゴールなるかと思われましたが入りません。リードして試合を楽に進めたいですよね。こういうミスは後で響くかもしれません。ここはサイドへパスを出します。クロスを狙ってきますか。カットしました。ここはどうするでしょうか。ボールを運びゴールに襲いかかります。鹿島アントラーズのスローインです。レオシルバ、ここで折り返したい。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。相手が寄せてきます。ボールをサイドへ振りました。サイドから勝負に行くか。
中の選手にクロスを入れ、裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ボールを失った。パスを折り返します。これは狙ってきたぞ。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。レオシルバ、ボールをサイドへ展開します。決まるか。難しいシュートでしたが枠を外れます。チャンス来た。止めました。オフサイドです。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。見事なスルーパス。ゴールキックで再開になります。中村敦孝、いいカットです。ボールを奪いました。サイドのスペースが広く空いています。さあリードできるか。ゴールの予感もしましたが見事に止めました。前半終了で0対0。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。決めに来た。コーナーキックです。中に入れた。ハーフナーマイク。コーナーから中へ。勝ち越しゴール来るか。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。一旦防がれはしたもののこぼれ球をゴールへと押し込みました。キーパーはアンラッキーでしたが、あの位置にいたからこそ生まれた得点です。ここから試合が慌ただしくなってまいります。パスコースにはディフェンスがいます。サイドにスペースが空いています。鹿島アントラーズのスローインです。西大吾、タッチライン際を上がれそうです。ここは中央の選手にクロス。止めた。笛が鳴りました。オフサイドでした。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。素晴らしいボールです。サポートを使えそうです。気は抜けない展開です。鹿島アントラーズのスローイン。遠藤康志、うまく振り切った。レオシルバ、サイドから勝負に行くか。ピンチを出します。このパスはカットされました。ボールはサイドの選手へ。深くえぐって折り返す形のクロス。奥の広明、今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だ。ハーフナーマイクのオフサイドです。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。
ここで狙う。ボールがこぼれました。クリアできるか。クロスを中央に入れた。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。素晴らしいボレー決まりました。これは止められないですよね。レオシルバ、鈴木優真、カウンターアタックのチャンスです。走り込んだ味方にスルーパス。カウンターアタックが終わっていません。止めた。1対1のピンチでしたが、これを見事にストップ。これは助かりましたね。レオシルバがパスをカットする。ボールをサイドへ展開します。クロスを上げたい。ディフェンダーを抜いた。中央にクロス。ループシュートを狙った。ゴールイン。オウンゴールとなってしまいました。オウンゴールになってしまいました。選手たちの表情からもショックが見て取れます。仕方のない部分もありますからね。引きずらないことが大切です。さあ再びキックオフです。町田幸樹、ドリブルで持ち込もうとしますが、明らかにキレがなくなりました。このパスは簡単にカットされました。いい形でゴール前まで持ってきました。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。今日はピンチらしいピンチというのはほとんどありませんね。そうですね、チームとしての力の差が出ていますよね。スルーパスを狙います。さあ来た。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。レオシルバ、試合も残すところあとわずかです。試合は一方的な展開が続いています。ここは縦をつくでしょうか。ハーフナーマイクにチャンス。最後はキーパーの手の中へ。距離はありますが悔しそうですね。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。快勝と惨敗、極端な内容になってしまいました。いかがでしたでしょうか、福西さん。ここまでチーム力に差があるとは思いませんでしたが、一方的でしたね。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。